情報学部の伊藤と申します。社会学を教えている教員です。で、カリキュラムの担当ですので、これからですね、情報学部のカリキュラムについてお話しします。はい、この図はですね、群馬大学の、学部全体が映ってますけれども、情報学部荒牧キャンパスというところにあって、ここに進むとですね、4つのプログラムに分かれて学習することになります。4年間ずっと荒牧キャンパスで学ぶことになります。で、1年生で入ったときはですね、まあ、全員共通のカリキュラムで学びますけれども、2年次からですね、4つのプログラムのいずれかを選択してもらうという形になります。で、この図は、情報学部の、ウェブに載っているので、ご覧になった方もいるかと思いますけれども、まあ、情報学を中心にですね、まあ、いろんな入り口から、学んでもらうということで、4つのプログラムを準備しています。で、人文情報プログラムと、社会競争プログラム、データサイエンスプログラム、計算機科学プログラムと、この4つの入り口からですね、情報学という山に登ってもらう。まあ、そういうふうにイメージしてもらうと良いかと思います。で、2年生から、まあ、このプログラムのどこかに所属してですね、それで勉強してもらうということになります。最初に人文情報プログラムについて説明します。これはですね、まあ、普通の大学だと、文学部とかですね、人文学部にあるような、まあ、あるいはまあ社会学部にいるようなですね、まあ、専門とこう教員がいるところで、人文科学的な知見からですね、高度情報社会における課題を探求する能力を習得し、課題解決のための実践的理念を提供する能力を要請します。というふうにまあ書いてありますけれども、まあ、メディア関係に進む方とかですね、それから広報出版、デザインマネジメント、それから、まあ情報通信とかですね、企業の広報、企画、調査等々、まあ、こういう感じの進路の学生さんを想定して作っている、プログラムです。で、まあ、授業科目は、ここに見てもらえるようにですね、まあ、コミュニケーションとか、それからメディアに関する科目、あるいは、哲学系とか思想系、あるいはこう文学、社会学、ね、こういう感じの科目が勉強できるところで、多分まあどこかで聞いたことがあるかと思いますが、こういう人文系の科目であってもですね、最近はデータサイエンス等のですね、あるいはまあコンピューターを使って、従来考えられなかったような新しい展開がこう今起きているというところで、そう最先端のこう人文学のですね、研究に触れてもらえるような、まあ、そういうプログラムを準備しているというところです。次に社会競争プログラム。これはですね、まあ、社会競争なので、まあ、社会科学の知見からですね、高度情報社会の課題を発見して、問題解決のためのこう手法を学ぶというふうなところです。で、まあ、大体官公庁ですね、公務員であるとか、それから一般の企業の、企画調査、個人法人営業部門、それからファイナンシャルプランナーとか証券アナリスト、アクチュアリーって言葉はちょっと難しい言葉ですが、保険とかですね、年金の分野で、まあ、数理的な処理を行うような専門職、あるいは経営コンサルタントというふうなですね、こういう進路を考えているプログラムです。で、まあ大体法学部とかですね、経済学部、経営学部にあるような、そういう専門のですね、先生と科目が準備されているところだというふうに思ってください。だから、まあ、法律学とか、政治学、行政学ですね。それから、経済学とか、経営学。あと、まあ、環境科学の先生もいらして、環境学についての勉強もできるというふうな、まあ、そういうプログラムになっています。それから、データサイエンスプログラムですね。まあ、データサイエンスって言葉は最近流行っていて、まあ、かなりホットな分野だというふうに思います。で、まあ、全体から集められるビッグデータとか事実とか、まあ、データなんかを処理する方法とですね、まあ、それを使って、実際の社会の課題に、立ち向かうためのですね、そういう手法を勉強してもらうというふうなところです。で、特にまあ、去年ぐらいからですね、新型コロナウイルスの話で、まあ、いろんなニュースを皆さんご覧になっていると思いますけれども、例えばその、人手が増えたか減ったかというときにですね、大体携帯電話の位置情報を用いてですね、データに基づいて、何パーセント人手が増えたとか減ったとかね、そういう話をニュースなんかで見てると思います。だから、
それまで実際にですね、この時間帯にこの場所に何人ぐらい人がいたか、で調べる方法なかったわけですけれども、今そういうことがですね、分かるようになってるわけですね。で、まあ、新しい情報社会の、まあ、いろんなこう手法とかですね、システムとか条件が揃うことによって、従来不可能であったような大量のデータをですね、集めたり分析したりすることができるようになっています。で、まあ、そういう意味でこういろんなところで注目されている分野が、まあ、データサイエンスということで、まあ、データを、大量のデータをですね、正しく扱うための方法ですね。で、まあ、数学系の科目であったり、それから、調査するための方法ですね。それから、まあ、統計学系のですね、いろんな科目を準備して、で、まあ、それを用いてどういうふうに物事を推論するのかとかですね、あるいは問題解決につなげるための、やり方をですね、どういうふうに学ぶのかというふうなことで、学んでもらうためのプログラムです。で、まあ、進路としては、データサイエンティストはいろんなところでこれから必要とされるので、まあ、公務員であったり、それからまあ医療機関のようなところとか、教育機関、それからまあ自治体、観光庁、それはさっきの公務員としてですね、だからこう一般企業においても、そのデータを分析するような、そういう人材というのは、多分必要とされるであろうというふうに思って、まあ、我々はこのプログラムを用意しました。それから、計算機科学はですね、まあ、これは、IT 技術者を養成するためのプログラムですので、まあ、かなりイメージしやすい、プログラムかなと思います。計算機とか情報ネットワークを、原理から理解することでですね、で、まあ、それを、まあ、研究開発できるような、そういう人材を養成する。で、IT 関連の会社は、まあ、今いっぱいありますので、そういうところであるとかですね、あるいは、まあ、一般の、製造業、非製造業のような、普通の会社でもこう IT 系の人材って非常に引く手あまたですので、まあ、そういうところに就職できるような、まあ、そういうプログラムを考えていると。で、授業科目は、IT 系のですね、まあ、プログラミングの科目であるとか、それからその原理になっているような、まあ、数学系のですね、科目、それから、形式言語とオートマトンとか、論理設計ですね、オペレーティングシステム、コンピュータグラフィックス、情報ネットワーク、情報セキュリティ等々ですね、こういうまあ専門科目を学んでいただいて、そういうシステムをですね、まあ、皆さんユーザーとして、SNS 等をですね、普段使っていると思いますけれども、そのシステムを作る側に回ってもらうですね、そういうための、専門的な知識を勉強するプログラムということになっています。で、この4つのプログラムのうち、希望するところにですね、進んでもらうのが、1年生から2年生に上がるときなので、1年生のうちはまあ共通科目を勉強しますけれども、2年生以降はですね、各プログラムの勉強が中心になるというふうに考えてください。で、まあ全体のですね、科目を一覧できるような資料がいくつかありますけれども、まあ、特にこのカリキュラムツリーっていうのは分かりやすいと思いますので、これ情報学部のホームページの、今多分下の方をたどっていくと、このリンクが出ていますので、そこから見ていただけると思います。で、今、お話ししたような、人文情報プログラム、社会競争プログラム、データサイエンスプログラム、計算科学プログラム、でそれぞれ、各プログラムに従ってですね、科目がまあこんなふうに配置されているので、こういうふうに勉強していくというふうなイメージがしやすいかなというふうに思いますので、ぜひご覧になってください。それからですね、ちょっとまあ特徴的な科目としては、PBL という科目があってですね、PBL っていうのはプロジェクトベースラーニングという言葉の略で、問題解決型学習というふうに呼んでますけれども、実際のその社会の中の課題に、どのような手法、あるいはこうやり方を使ってですね、まあ、アタックするのか、で、その課題を解決しようとするのかというふうなことを、まあ、仲間と協力しながらですね、勉強していくための科目で、まあ、これ3年時にそういう科目を全員必修で取るということになっています。で、PBL を、ですね、カリキュラムを入れている大学って多いんですけども、まあ、情報学部の特徴的なところは、それが融合型の PBL になっているということです。これはまあ人文社会と自然科学のですね、まあ文系的な知のあり方と、それから理系的な知のあり方がですね、融合した形で、ね、分離に共通するような、そういう手法とかですね、やり方を身につけてもらおうと。いうふうにね、そういう、まあ、新しい企画ですね。分離融合の学問を応用することを前提として、で、これテーマが毎年変わるので、まあ、その時にですね、
どういうテーマがこう解説されるのかというのは、まあちょっとなってみないとわからないところがありますけれども、これはまあ自治体の人とか、それから企業の人なんかと協力しながらですね、実際に今抱えている、自治体が抱えている、課題であるとかですね、あるいは企業が考えている課題について、まあ、一緒に考えるというふうなことをやってもらう科目ということになります。で、しかもその文系の先生と理系の先生が協力しながらですね、文理の知をコラボすることでですね、新しい何かを生み出そうという、まあ、そういう企画ということになってますので、まあ、かなり特徴的な科目というふうに言えると思います。それからもう一つですね、GFL コースというのがあって、これもちょっと紹介しますが、グローバルフロンティアリーダー、育成プログラム、まあ、これ群馬大学全体でやっている、企画ですけれども、情報学部からもですね、今、枠が9名分あるのかな、9名の学生がここに参加することができて、希望者がたくさんいる場合は選抜するということになりますが、1年生の夏ぐらいに選抜があって、希望者はこのプログラムに入ることができます。で、グローバルに活躍する、人材を作るという企画ですので、短期長期のですね、留学プログラムがあったりとか、それから国際交流のイベントがあったりとかですね、やはりこう留学生の交流会があったりとか、まあ、そういう、グローバルに活躍する能力をですね、育成するプログラムで、で、まあ、ここに採用されるとですね、語学検定の奨励金がもらえたりとか、留学するときの費用が補助してもらえたりとかですね、まあ、特典がいくつかあるということになっていますので、まあ、これもその群馬大学のホームページから見られますので、ぜひまあご覧になって、いただけるといいかなというふうに思います。それから、最後にですね、まあ、情報学部のカリキュラム全体を見渡してどういうことが言えるのかと。で、これカリキュラム今こんな感じになっていてですね、これまあ専門科目の単位数がこういうふうに決まっています。で、専門科目の他に、教養教育科目、まあ、1年生のうちは教養教育科目が中心になるんですけれども、まあ、一部専門の勉強も始まりますが、学部基盤教育33単位ですね、それからプログラム科目、さっき見てもらった4つのプログラムで、それぞれ指定している科目が30単位で、あと自由選択、他プログラム、融合型、PBL、ゼミナル、卒検と。で、まあ、この単位をそれぞれ習得すると卒業できるというふうに決まってるんですけども、これ見てもらうとですね、まあ、これ今見てもらってもあんまりイメージわからないと思いますけども、文理に共通する科目がいくつかあるということで、基盤教育なんかですね、コア科目が必修なので、文系に進む学生も理系的な分野に進む学生もみんな共通して勉強する科目ということになってますし、それから文系科目、理系科目というふうに分類されている科目があって、で、それぞれ6単位以上取らなければいけないということになっています。で、つまり、自分はこう文系の学生で人文系に行きたいと思っていても、理系科目6単位は勉強してもらうということになりますから、まあ、数学の科目であったりですね、プログラミングであったりとか、そういう科目を勉強することになります。で、理系の学生で、自分は計算機の勉強したいと思ってもですね、文系型の、情報社会と倫理とかですね、あるいはこう経済学みたいな科目を勉強してもらうということになりますから、そうすると、まあ、ある程度ですね、人間や社会のことについて知った上で、その上で、まあ、コンピュータサイエンスを勉強する学生ということになりますし、で、文系の学生も、まあ、自分は人間とかですね、社会のことを勉強したいと思っていても、やっぱりある程度プログラミングとかですね、情報社会の基盤的なところはこう理解した上でですね、それで勉強してもらうという形になります。それから他プログラムは、こう自分のプログラム以外のですね、別のプログラムの科目を、10単位は取ってもらうということになってますし、融合型 PBL は先ほどお話ししたように、文系の先生と理系の先生ですね、少なくともペアで参加するということになってますから、文理に共通した形の、そういう力を身につけるための科目ということになってます。まあ、こんなふうにですね、他に類を見ない、割と独自のですね、文理融合型の、情報科学について勉強する学科ということになってますので、まあ、ぜひ、一緒にですね、勉強できる日を楽しみにしておりますので、ご検討ください。はい、じゃあ、これで私のお話を終わります。